捕まえろ。待て。気にしないで、あなたも逃げて。どこだ。あそこだ。あそこだ。どこだ。あそこだ。見つかる前に逃げないと。いたぞ。あそこよ。いたぞ。あそこだ。待て。早く。早く。あんなところに。よかった。無事だったのね。心配したわ。今外に出るのは危険ね。しばらくここでやり過ごしましょう。大丈夫？はい。石澤さんは大丈夫でしょうか？きっと無事に逃げてるわよ。だと。ですけど。
でもどうしてみんなあやみちゃんが葉月建設の社長の娘だって分かったのかな。葉月さんが実は有名人だからですかね。そんなことないです。ただの高校生ですから。普通は顔と名前が一致しないとわからないわよね。なんだろう、写真を見せて回ってるとか。でもどうしてそんなこと。葉月さんが可愛すぎるからに違いないわ。そんな、私なんて。ねえ、何してるの？すみません。罪。私には心当たりがないんです。お父さんの会社のことはよくわからないし。今はとにかく、この状況を何とかしないと。考えるのは後にしましょう。